どうも、こもと申します。今日はですね、プレゼント企画の当選発表をやっていきたいと思います。はい、一人でね、寂しくやってますけども。まあ一応ね、昨年のクリスマスですか、12月の25日に、まあ僕らがちょっとステッカー街中で配りますんで、よかったら来てくださいって呼びかけて、わざわざステッカーのために会いに来てくれた人に、サプライズで僕らがアンバサダーやってるスタンスの、靴下をプレゼントしてしまうと。で、なんなら抽選でスニーカーも同じサイズの人がシンデレラ的な企画でプレゼントしてしまおうというね、まあ動画があるんですけど、ちょっとなかなか説明しましたが、まあそのね、動画を見ていただいた視聴者様の方に、プレゼント企画ということで、まあコメント欄を使って、杉赤男子の好きなところ3つっていうちょっと肝お題出させていただきまして、皆さん、たくさんね、ご回答いただきましてありがとうございました。で、880後半の件数がありまして、まあ、その中から、まあ、選ばさせていただきました。マジで全部読んだんですけど、とんでもなくいいことしか書いてなくて、すっごいことを気持ちよくさせていただいたというか、本当に、すごい何様だよ俺って途中で、ね、こう、我ながら反省してしまうというか、そのぐらい皆さんにね、すごい温かいメッセージいただきました。本当にありがとうございました。なんかこう、ああいうコメントでね、なんか勇気づけられてるというか、いや別に特に何もないんですけど、ああいうコメントがあるおかげでやっぱモチベーションの維持ができるというかね、ところであるなと思いましたね。改めてちょっと感謝させていただけたらと思いましてですね、選びました。マジしんどかった。これサロンでね、この苦しかったっていうのをブログで書いたんですけど、選ぶのがもうみんなのコメントが良すぎて、全部選びたいけど、パーってなんとなくパパパって選んでたらめちゃくちゃ多くなっちゃって、どうしようどうしようでなんとか狭めて20個。はい。ここまではたどり着きました。で、20個から、もう最終的にじゃあこれ誰にそのスギーカーあげるかとか、靴下あげるかみたいなのは、もう、運でいいかなと思いまして、今から、まあエントリーをね、まあコメント読み上げていきますので、その20名分のコメント読んで、で、そこから最後抽選していきたいなと思います。はい。じゃあそれではですね、ここにちょっと一人ずつコメント出しながら、まあ、どっか1個読みながらね、エントリーナンバーちょっと紹介していきたいなと思います。はい、エントリーナンバー1、キングモジャさん。いつも楽しくお風呂中に拝見していますということで、この方ね、南の島、石垣島より応援していますということで、石垣島のね、お風呂で原口の声が響いてるというね、まあ、ちょっと遠方の方にもなんかっていうのが最初によぎって、最初に選ばさせてもらいました。はい。キングボジャさんがエントリーナンバー1番です。はい。エントリーナンバー2番、あーあーさん。ちょっとこれ名前どうかなと思ったんですけど、原口さんが自宅の椅子に座るとロン毛に変身するところがいいと。これよく見てますね。これね、本当にマジなんですけど、サムネでちょっと切り取ろうとするときに自動でね、切り取るんですけど、この原口んちのゲーミングチェアが髪の毛に見えちゃうのか、自動補正ここも含まれちゃうんですけど、そこら辺も分かってくれてるなっていうところで、あーあーさん選びました。はい。はい、続いてエントリーナンバー3番、市川はじめさんですね。はい。これ市川さんのね、3つ目。私の脳梗塞の言語障害、右半身の完全麻痺から生活させていただけた恩人方の人グループっていうね、ちょっと心配かしそうな、ちょっとコメントがあるんですけど、これはね、もともとね、まあずっと僕と DM とかでやり取りしてて、なんかまあ、実際こういう症状があったというところで、まあ元気出してほしいというところあるんですが、まあ市川さん選んだ理由としては、絵文字が全部3つずつ、杉赤男子3人なんで、3つ項目入れてくれるのに全部絵文字3つずつ使ってくれてるっていうところで、なんとなく選びました。はい。まあこれ3つ目はたまたまですね。よくよく見たら、ああ、こんなこと書いてたみたいな感じだったっていうぐらいです。エントリーナンバー4番、KI さん。はい。杉赤さん見て10年ぶりくらいにスニーカーにハマるほど動画が楽しい。ね、もうこれのためにやってますから。新しく来てもらう人、もしくは昔好きだった人に来てもらうためにやってますから。それを、感じれたっていうところで嬉しくなっちゃってね。ケンちゃん選ばさせていただきました。はい。はい、エントリーナンバー5番、なはれやめさん、やめなはれさんですね。今後どういった案件とタッグを組むか、そういった若干を期待してしまうところと。今年はナイキアトモスと大きな案件と携わってきて、本当にすごいですと。嬉しいですね。なんかだから、このままじゃダメなんだなっていうのは、このコメント見て、なんか自分のいい、こう、なんていうんですかね、鼓舞というか、ケツ叩けるなと思って、確かになって、頑張んなきゃダメだよなって一個思わせていただけたコメントだったので、なはれやめさん、ちょっと選ばさせていただきました。はい、エントリーナンバー6番、ゆうや3083。はい。河野さんの進行力、原口さんの人情味、渡辺さんの鋭いツッコミから生まれる動画全体の見やすさ、これからも今回のような企画力楽しみにしてます。いつか東京まで行って、こういった企画に参加しますと。すごいこう、アクティブな、アグレッシブなコメントいただけたので、あ、これ嬉しいなと。そして何より渡辺っていう字ね、これ大体みんな間違っちゃうんですけど、渡部なんですよね、渡辺の字って。この渡部の字を間違えてないっていうところでね、選ばさせていただきました。そうなるとめちゃくちゃ選ぶことになるんだけど、でもまあまあそこら辺も含みっていう感じですね。エントリーナンバー7番、土井辰徳さんですね。はい。今度その冷静な話し方、拝見してて気持ちがいい。知識の多さと。すごい気持ちよくなっちゃったね、このコメントね。拝見してて気持ちがいいの気持ちよさを超えて俺がね、舞い上がってしまったので、もうここだけで、もう下2個見てないくらいで、もうこびにこびたら勝ちみたいなゲームになっちゃってますけど、選んでしまいました。はい。まあ、一応3人の動画は飽きないのが一番の魅力と言っていただきましたし、もうこれも本当ありがたいなと、同世代なので応援してます。ありがたい限りですよね。はい、エントリーナンバー8番、みなゆずチャンネルだ。はい、この方はね、3つ、載せてくれてるんですけど、もう3つと関係ない、他にもたくさんあるけど、杉山監視は間違いなく僕は人生に多大な影響を与えてくれた3人組ですと。はい。ここを、あら、いいですねと。どこ引っ張ってんだよというところなんですけど、はい、続いてエントリーナンバー9番、ゆうたまるさん。売買中を貫く強さって書いてあるね。ゆうたまるさんだったら耐えれないのかなっていう、なかなかしんどいこと毎回やってるよなと思って見てくれてるのかなっていうね、ところもありまして。まあ、あと、それとね、新潟もいつか来てくださいって、下にコメント補足があるんですけど、新潟行きました。はい。新潟も撮影、2本3本しておりますので、ぜひ、お楽しみいただければと思います。はい。はい、エントリーナンバー10番。ブワワフォアフォア。もう名前勝ちですね。ブワワフォアフォア勝つでしょ。もう、音がもう、すごい残るから、ブワワフォアフォア。言いにくいのに。これね、一つ目がね、このバカやってた昔の仲間を思い出すっていうのがね、酒飲みながら書いてんのかっていう感じも見えてね、なんかちょっと、選びたくなっちゃいましたね。はい。で、友達との別れ以外に売買中試してるらしいんですけど、一向に流行らないと。ね、まあそれやっぱやり続けるだけね、やっぱゆうたまるさんも言ってましたけども、やっぱなかなかしんどいものも視聴者側としてはあるのかなという部分もあって、いろいろ選びました。はい、続いてエントリーナンバー11番、FI さん。はい、どう見てもわかるように、俺、努力賞です。完全にもう、1個のスクショじゃ収まりきらない文字量と、まあ、中身もすごい嬉しいなというところもありまして、このね、2つ目のね、項目、妻が真似て声を低めにして売買中というのが大好きですと。原口じゃなくて奥さんのこと褒めちゃってるっていうね、もう愛が溢れすぎて、なんかまあそこら辺もなんかいいなと思って選ばさせていただきました。はい、続いてエントリーナンバー12番、稲迫琴音さん。この方ね、札幌の部屋で声かけさせていただき、とても親切に対応してくれたことです。俺のことだけ褒めてる、これ。気持ちいい。ねえ、もう嬉しすぎると声出ないってこういうことですね。もう聞きました、俺の今の気持ちいいの声のなさ。まあ女性などはあまりスニーカー展開もなんか、トモスピンクもないから、並びに行っても買えないなど、たくさん話してきて楽しかったですと。ね、結構ね、そのいろんな状況を話してたんですよ。で、なんかまあそこら辺も覚えてて、で、まあ女性にも当てたいなっていうのもあったんで、ちょっと選ばさせていただきました。はい。はい、続いてエントリーナンバー13番。ベイブさん。はい。昔から指令だったかのように視聴者とラフに絡んでくる視聴者多いなところと。そうなんです。俺たちってそうなんですよ。昔懐かしいものをすぐ掘り起こして話が達成したりして、まさしく台本なしのノンフィクションだったところ。そうなんです。俺たちってないんですよ、本。はい、続いてエントリーナンバー14番。赤い時計さん。はい。横のつながりはすごくいい。みのりさん、浅岡さん、ガバリさんなどの古株や同期の YouTuber と仲良くしてコミュニケーションを取ってる姿はとても好きなところ。ね、おそらく赤い時計さん以外これ系のこと書いてなかったんで、なんか唯一無二感あって選ばさせていただきました。はい。はい、続いてエントリーナンバー15番、ひろきいがらしさん。はい、これいがらしさんのやつちょっと読みますね。メンバー3人のバランスが半端なくいい。視聴者目線で物事を考えてくれている。変なところにこだわりを持っている。音はめ気持ちよくないこれすごい。なんかこうテンポというか、これ読んでてすごいなんかこうふつーっと入ってきた文字数。多分みんな近いんかな文字数がね。なんかそこら辺もあってパーって入ってきて、で、3つじゃ足りない。もっと言いたいと。でも言ったら言って3個以上言ってるからアウトって言われそうだから言いませんと。ね。こういうなんか部分も書いてくれたのは1人だけだったんで、これでちょっと選ばさせていただきました。はい、続いてエントリーナンバー16番、高文さん。はい。スニーカーさんのゴッテムノッテム不参加のアンケートを取り公表してくれるところ、自分が変えなくても当選率が低いと諦めがつきますし、変えたら当選率が低いのに変えたと、ラッキーな気持ちになるということで、まあ、あと地方済みということでね、なかなかこういうイベント参加できないよと、はっきり言ってくれてるっていうところもあって、まあいろいろ文字も長いし、結構しっかりいろいろ考えてくれたんだなっていうのもあって、ちょっと選ばさせていただきました。はい。はい、続いてエントリーナンバー17番、チョコボーや明治さん。ちょっと危ねえな名前が。ちょっとこの方ね、もう4つ書いてるんですけど、まあ、全然まあそれはそれで全然良くて、スニーカーだけに限らず、スニーカーさんたちの影響で靴下もこだわり始めました。スタンス最高と。この企画を、まあ、協賛してくれた、ね、僕たちアンバサダーのスタンスのことを褒めてくれてるという。で、こういうコメントちょっと選びたかったんですけど、あんまりなかったんで、これはこれで、まあ、僕らの影響でスニーカー以外にも靴下も好きになってくれたっていうね、そこは本当素直に嬉しかったなというところで言わさせていただきました。はい、エントリーナンバー18番、西さん。はい、トリプル A みたいですけども、言葉のセンスがいいと。この文字数でこんなに気持ちよくなることあるかなっていう、なかなかの僕的パンチラインだったんですよね。で、噛めば噛むほど味が出るようにするように見れば見るほど面白いと。ありがたい限りですね。いや、本当に2番で引っ張られちゃいました、これは。はい。はい、続いてエントリーナンバー19番、パパオくんさん。はい。さかなくんさんみたいになってますけどね。私は41歳のおじさんですが、年齢を忘れるチャンネルありがとうございます。頑張れせんやか男子ということでね。1、2、3以外のところで、いいなっていう、嬉しいなっていうところで選ばさせていただきました。はい、最後ですね、エントリーナンバー20番、だるま屋さん。視聴者に壁なく話してくれるところと、ございません、壁なんか。ということでね、もう本当にこういうね、視聴者さんたちと絡むことで成立してる企画っていうのは、今回のもそうですけど、たくさんありまして、本当に皆さんのおかげだなっていうところで、この締めをするためだけに選びました。はい、すみません、ありがとうございます。ということで、これから抽選やっていきたいなと思います。それでですね、先ほどの20名の方を対象に、ちょっとこれから、抽選やっていきたいなと思うんですけども、一つだけね、プレゼントの品数変わんないんですよ。28センチのシップホース黒、スタンス、ステッカーセットのこの3点セットが当たる方が1名、で、スタンス、ステッカーセットの2点セットが当たる方が9名。ね、ここちょっと変えらんないので、残りの10名の方ちょっと申し訳ないんですけど、っていうね、感じにはなるので、ちょっとそこだけご了承いただけたらと思います。はい。で、ちょっと抽選方法なんですけど、僕らの並び動画とか見てくれてる方だったらわかるであろう、アトモスでよく出てくるこの順番くじってアプリですね。これに本来だったら、番号が表示されて、それが整理券番号みたいな感じになるんですけど、今回はこれを使ってカウントダウン方式の抽選法をやっていきたいなと。というのも、番号表示されるじゃないですか。最初に表示された10名外れ。で、残りの10名がステッカーとスタンス確定で、最後の1人がシュプホースケットという感じでやっていきたいなと思います。OK ですね。じゃあ、いきますよ。じゃあ、これ、やっていきます。まず1人目。14番外れ。15番外れ。17番外れ。11番外れ、20番外れ、5番外れ、1番外れ、3番外れ、2番外れ、8番外れということで、ここまでが申し訳ございません、なんもなしです。はいで、こっからがステッカーセット、スタンス確定です。はい、いきます。18番、12番、16番、10番、6番、4番、9番、13番、残り2人、どっちかで決まります。19番ということで、シュプホース1ゲットしたのがあなたです。7番の方になりました。ということで、一応今回当選された方々、僕の、ちょっとめんどくさいかもしれないですけど、インスタグラム貼ってるんで、そのインスタグラムにダイレクトメッセージ、送ってください。で、郵便番号含む住所、宛名、これだけで多分いけると思います。ただ、シュプホースの方だけちょっと電話番号ください。じゃないと多分、届けれるけど、なんかめんどくさいことになりそうな気もするんで、一応それだけいただけたらなと思います。あと、この自分のアカウントのそのスクショもまとめて一緒に送ってくれると、非常に助かります。はい。全然フォローしなくていいんで、はい。DM だけ送ってもらえたらなという感じですね。ということで、7番だったのが、誰だろう、土井辰徳さんですね。土井辰徳さん、おめでとうございます。ありがとうございました。ということで、もういいか。もう、あれさ、最初の10人もステッカーセットあげますわ。皆さん、20名、ちょっと DM 僕に送ってください。はい。なんとか対応しますんで。ということで、抽選終わりたいと思います。ありがとうございます。せんやか男子ということで、一応今回みたいなプレゼント企画、今後もね、ちょっとやっていきたいなと思うんですが、ね、その地方の方とか、いえ、現地行けるか、みたいな結構あったりとかすると思うんですけど、やっぱりね、そういう触れ合いみたいなの結構僕好きなんですよ。あとは割とサプライズ好きなんで、そのまま終わりたくないっていうのもありますし、なんかこう、一個ちょっとひねって、より喜んでもらいたいっていう気持ちは割と強かったりするんで、それをやっぱ間近で見たいじゃないですか。ってなると、やっぱちょっとゲリラ的な来てもらう企画っていうのは結構多かったりすると思うんですが、ちゃんと別で枠設けるんで、ちょっとそこだけね、申し訳ないですけど、ご了承いただけたら、今後もね、お付き合いいただけたらと思います。はい。で、僕らでいうね、1万記念だとか、年末でのこうプレゼント企画だとか、そういったもの以外では、割とステッカーセットぐらいしか皆さんにあげれるものとかっていうのはなかったかなと思うんですけども、いや、普通に考えたら、もっとね、こう動画のコンテンツというか、動画自体をもっとたくさん出して、こう、より見てもらえるように、楽しんでもらえるようにって頑張るのが、視聴者さんたちに対しての恩返しだとは思うんですけど、それとは別でこういう遊びのおまけが僕結構好きだったりするんですよ。なんかその対面でこう、振られたりっていう部分だったりとか、言ったらそこで結構普段から元気もらってるってことって間違いなくあるんで、なんかそういうところもなんかこう、形で見えるように、プレゼント企画みたいな感じで一緒に遊べたら、楽しいかなと思いますんで、なんか今年はいろいろもっと地方回って、なんか地方でもゲリラでイベントできたりとかしたら面白いなと思ってるんですけども、なんせ状況が状況でちょっと難しいなと。一応僕らで言うとオンラインサロンとかね、そういうなんかクローズドな空間でっていうのもあったりするんですけど、それとは別で、シンプルに見てくれてる方に何かしらの還元ができたらなっていう部分が、前提としてあるんで、なんかいろいろと今年もちょっと一個、盛り上げられるように頑張りたいなと思いますね。まあ、またちょっとスタンスにお願いして、ちょっと提供くださいよってこう、手すり合わせて、まあ、いろんなところにこう、協賛とかもらってね、プレゼント企画みたいな感じで、バーンって5万人企画でドーンみたいな感じのとこいいかなと思いますんで、それはそれで皆さんもね、飽きずに見ていただけたらと思いますし、まあ、僕らもね、飽きさせないようにね、ちょっと頑張る必要もあるかなと思いますんで、ちょっと気引き締めたね、2022年、ちょっと走りたいなと思いますんで、皆さん何卒よろしくお願いします。ということで、一応もう一回言うんですけど、僕のインスタグラム貼ってます。で、これにちょっと当選者の方、ダイレクトメッセージを送ってください。で、郵便番号を含む住所、あと宛名を送ってもらえれば、基本的に送れると思うんで、申し訳ないんですけども、フォローとか全然しなくていいんで、とりあえず僕にダイレクトメッセージを、連絡のやり取りするためだけにね、送っていただきたいなと思います。ということで、偽もいるんで気をつけてください。何卒今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。